三衛門の罪、芥川龍之介、文政四年の師走である。加賀の最小春長野家来日行六百国の馬回り役を務める細井三衛門という侍は愛役絹笠田兵の次男カズマという若者を打ち果たした。それも果たし合いをしたのではない。ある世の犬の上国頃、カズマは南の馬場のもとに、 歌いの会から帰ってくる三江門を闇内に打ち果たそうとし、帰って三江門に切り伏せられたのである。この始末を聞いた春永は三江門を目通りへ召すように命じた。命じたのは必ずしも偶然ではない。第一に次週は聡明の主である。聡明の主だけに何事によらず、家い任せということをしない。自らある判断を下し、 自らその実行を命じないうちは心を休んじないという風である。次週はある時二人の鷹城にそれぞれ自ら賞罰を与えた。これは次週のことを処する面目の一端を語っているから、大略を下に抜き書きしてみよう。ある時石川郷里市川村の青田へ単調のつるむれ下れるよし、おとりみやよりお高部屋へご中心になり、 若年寄りより直接言上に及びければ、上様にはご満悦におぼしめされ、翌朝の国王ともぞろい合図いみ市川村へおなりあり。高には講義よりお配慮の藤塚さんの第一物をはじめ、大高二き早草二きを携えさせたまう。藤塚さんのご高城は相本木左衛門という者なりしが、その日は上様ご自身に藤塚を合わさんとしたまうに、 雨上がりのあぜちのことなれば、思わず御足しもとの狂いしとたん、お鷹はそれで空中に飛び上がり、単調もにわかに飛び去りぬ。この様を見たる機左衛門は一時のいかに我を忘れ、この野郎、何をしやがったと罵しりけるが、たちまち午前なりしに心づき、霊感性を潤すとともに、尊虚してお手打ちを待ち降りしに、上様には大きに笑わせられ、世の誤りじゃ、許せと御意あり。 なお、木材門の中直なるに感じたまい、ご気上の後発新地百国にお召し出しの上、組外れにお差し加えにあいなり、お高部屋御用がかりになされたまいしとぞ。その後、藤塚さの三鷹は柳瀬聖八の係となりしに、一時闇取りとなりしことあり。ある日上えよう聖八を召され、藤塚さの病はと仰せられしとき、すでに回遊の後なりしかば、好きと善事。 ただいまでは人をもとりかねませぬと申し上げしところ、聖八の利口をや憎ませたまいけん。それは一段、さらば人を終わらせてみよと御意あり。聖八は次来やむを得ず、おのが息子聖太郎の天学に叩たたきえこごめえさなどを載せ置き、朝夕富士かさを合わせければ、高も次第に人の天学へ舞い下がることを覚え込みぬ。聖八はとりあえず五高城小らより、 人を割る吉尾根性しけるに、祖は面白からん、明日南の馬場へ赴き、蛇坊主をおば十元を終わらせてみよと誤さたあり。辰つの心より馬場へ出業、大場十元を真ん中に立たせ、聖八、高尾と行為ありしかば、聖八はここぞと藤士塚さを放つに、高は立ちまちま一文字に十元の天楽を書いつかみぬ。聖八は得たりと勇みをなしつつ、丸上げ、 丸と羽鳥の肝を言うの、のさすがを赤種に引き抜き、従弦をささんと飛びかかりしに、上様には嫌なせ、何をすると御意あり。聖八はこの御意をも恐れず、お鷹の獲物はかかり次第、丸をあげねばなりませぬと、なおも重弦をささんとせしところへ、上様にはたちまちしんどしたまい、筒をもてと御意あるや否や、日頃ご鍛錬のお手筒にて、即座に聖八を射殺したまう。 第二に春名がンエモ門へ、普段から特に目をかけている。かつて乱心者を取り押さえた際に、沢絵門他一人の侍は二人とも額に傷を受けた。しかも一人は眉間のあたりを、サエモ門は左の横瓶を紫色に腫れ上がらせたのである。次週はこの二人を召し、神妙の至りという褒美を与えた。それから、どうじゃ、痛むか と尋ねた。すると一人は、ありがたい幸せ、幸い傷は痛みませぬ、と答えた。が、サーエモンは苦々しそうに、かほどの傷も痛まなければ、生きているとは申されませぬ、と答えた。次来次週はサーエモンを正直者だと思っている。あの男はとにかく公言は言わぬ、頼もしい奴だと思っている。こういう次週は今度のことも、 自身こういう三衛門に死災を訪ねてみるより他に近道はないと信じていた。大勢をこうむった三衛門は恐る恐る午前へ施行した。しかし悪びれた景色などは見えない。色の浅黒い、筋肉の引き締まった、多少完璧のあるらしい顔には決心の影さえほのめいている。次週はまずこう尋ねた。三衛門、カズマはそちに闇討ちを仕掛けたそうじゃな。 すると何かそちに対し、異種を含んでおったものと見える。何に異種を含んだのじゃ何に異種を含みましたかしかとしたことはわかりませぬ。次週はちょいと考えた後、念を押すように尋ね直した。何もそちには覚えはないか覚えと申すほどのことはございませぬ。しかしあるいはああいうことを恨まれたかと思うことはございまする。 何じゃ、それは四日ほど前のことでございまする。母子南蛮山,山本小左衛門殿の道場にのうかいの試合がございました。その武士私は小左衛門殿の代わりに行事の役を務めました。最もも黒く以下の者の勝負だけを見届けたのでございまする。カズマの試合をいたした時にも、行事はやはり私でございました。カズマの相手は誰がなったな おそば役平滝大夫殿の総領、タモンと申すものでございました。その試合にカズマは負けたのじゃな。さようでございまする。タモンは小手を一本に面を二本取りました。カズマは一本も取らずにしまいました。つまり三方勝負の上には見苦しい負け方をいたしたのでございまする。それゆえあるいは行事の私に意思を含んだかもわかりませぬ。 するとカズマはソチの行事にエコがあると思うたのじゃな。さようでございまする。私はエコはいたしませぬ。エコをいたすわけもございませぬ。しかしカズマはエコのあるように疑ったかとも思いまする。日頃はどうじゃ。ソチは何かカズマを相手に口論でもいたした覚えはないか口論などをいたしたことはございませぬ。ただ、サーエモンはちょっと言いよどんだ。 最も言様かうんうまいかとためらっている景色とは見えない。一応言うことの順序か何か考えているらしい面持ちである。春長は眼色を和らげたまま、静かにサーエモンの話し出すのを待った。サーエモンは間もなく話し出した。ただこういうことがございました。試合の前日でございまする。カズマは突然私に宣告の無礼を詫びました。 しかし宣告の無礼と申すのは一体何のことなのか、とんとわからぬのでございまする。また何かと尋ねてみても、カズマは苦笑いをいたすより他に返事をいたさぬのでございまする。私はやむを得ませぬゆえ、無礼をされた覚えもなければ詫びられる覚えもなおさらないと、こうカズマに答えました。するとカズマも特診したように、ではし違いだったかもしれぬ。 どうか心にかけられぬようにと、今度は素直に申しました。その時はもう苦笑いよりは北くえんでいたことも覚えておりまする。何をまたカズマは思い違えたのじゃそれは私にもわかりかねまする。が、いずれ取るにも足らぬ些細のことだったのでございましょう。その他は何もございませぬ。そこにまた短い沈黙があった。ではどうじゃな、カズマの気質は 疑い深いとでも思ったことはないか疑い深い気質とは思いませぬ。どちらかと申せば若者らしい、何事も色に表すのを恥じぬ。その代わりに多少激しやすい気質だったかと思いまする。サーエモンはちょっと言葉を切り、さらに言葉をというよりは、と息をするように付け加えた。その上あのタモンとの試合は大事の試合でございました。 大事の試合とはどういうわけじゃカズマは霧神でござりまする。しかしあの試合に勝っておりましたら、目録を授かったはずでございまする。もっともこれはタモンにもせよ、同じ羽目になっておりました。カズマとタモンとは同門のうちでも、ちょうど腕前の白昼した愛弟子だったのでございまする。春永はしばらく黙ったなり、何か考えているらしかった。 が、急に気を変えたように、今度は三右衛門のカズマを殺した当夜のことへ問いを移した。カズマは確かに馬場の下に措置を待っていたのじゃな。多分は左様かと思いまする。その世は急に雪になりましたゆえ、私博士をかざしながら、お馬場の下を通りかかりました。ちょうどまたとももつれず、甘着もつけずに参ったのでございまする。 すると風音の高丸が早いか、左から雪がしまいてまいりました。私はとっさに半開きの傘を斜めに左へ回しました。カズマはその途端に切り込みましたゆえ、私へは手傷も負わせずに傘ばかり切ったのでございまする。声もかけずに切って参ったかかけなかったように思いまする。その時には相手を何と思った何と思う余裕もござりませぬ。 私は傘を切られると同時に、思わず右へ飛び刺さりました。足玉ももうその時には脱いでおったようでございまする。と、二のたちが参りました。二のたちは私の羽織の袖を五寸ばかり切り裂きました。私はまた飛び刺さりながら、抜き打ちに相手を払いました。カズマの火腹を切られたのはこの刹那だったと思いまする。相手は何か申しました。 何かとは、何と申したかはわかりませぬ。ただ何か激しい中に声を出したのでございまする。私はその時にはっきりとカズマだなと思いました。それは何か申した声に聞き覚えがあったと申すのじゃな。いえ、さようではございませぬ。ではなぜカズマと悟ったのじゃ。次週はじっとサンエモンを眺めた。サンエモンは何とも答えずにいる。 次週はもう一度促すように、同じ言葉を繰り返した。が、今度も三右衛門は墓場へ目を落としたきり、容易に口を開こうともしない。三右衛門、なぜじゃ次週はいつか別人のように、威厳のある態度に変わっていた。この態度を急変するのは次週の慣用手段の一つである。三右衛門はやはり目を伏せたまま、やっとつぐんでいた口を開いた。 しかしその口を漏れた言葉は、なぜ、に対する党ではない。意外にも花肌正然とした、罪を謝する言葉である。あたらお役に立つ侍を一人、党のサビにいたしたのはサーエモンの罪でございまする。春永はちょっと眉を潜めた。が、目は相変わらずおごそかにサーエモンの顔に継がれている。サーエモンはさらに言葉を続けた。 カズマの意志を含んだのは最もの次第でございまする。私は行事を務めた時に、エコの振る舞いをいたしました。次週はいよいよ眉を潜めた。措置は最善はエコはいたさぬ、いたすわけもないと申したようじゃが。そのことは今も変わりませぬ。サーエモンは一言ずつ考えながら、十回するように話し続けた。 私のエコと申すのはそういうことではございませぬ。ことさらにカズマを任したいとか、モンを勝たせたいとかと思わなかったことは申し上げた通りでございまする。しかし何もそればかりでは、エコがなかったとは申されませぬ。私は一体モンよりもカズマに望みを食しておりました。モンの芸はこせついておりまする。いかに卑怯なことをしても、 ただ勝ちさえいたせばよいと、勝負ばかり心がけるじゃどうの芸でございまする。カズマの芸はそのように癒しいものではございませぬ。どこまでもまともに敵を迎える聖堂の芸でございまする。私はもう二十三年いたせば、他門は到底カズマの城立つに及ぶまいとさえ思っておりました。そのカズマをなぜ任したのじゃさあ、そこでございまする。 私は確かに他ンよりもカズマを勝たしたいと思っておりました。しかし私は行事でございまする。行事旗とい,いかなる時にも支局を投げ打たねばなりませぬ。一度二人の市内の間へ、扇を持って立った上は天道に従わねばなりませぬ。私はこう思いましたゆえ、他ンとカズマとの立ち会う時にも公平ばかりを心がけました。 けれどもただいま申し上げた通り、私はカズマに勝たせたいと思っているのでございまする。いわば私の心の秤りはカズマに傾いているのでございまする。私はこの心の秤りを平らにいたしたい一心から、自然とタモンの皿の上絵おもりを加えることになりました。しかも後に考えれば、加えすぎたのでございまする。タモンに破綻に失し,した代わりに、 カズマには厳に過ぎたのでございまする。サーエモンはまた言葉を切った。が、次週は黙念と耳を傾けているばかりだった。二人は聖願に構えたまま、どちらからも最初に仕掛けずに降りました。そのうちにタモンは隙を見たのか、カズマの面を取ろうといたしました。しかしカズマは気合いをかけながら、鮮やかにそれを切り返しました。 同時にまた他門の小手を打ちました。私のエコのいたしはじめはこの刹那でございまする。私は確かにその一本はカズマの勝だと思いました。が、活だと思うや否や、いや、市内の当たり方は弱かったかもしれぬと思いました。この二度目の考えは私の決断を鈍らせました。私はとうとうカズマの上へ、 当然あげるはずの義をあげずにしまったのでございまする。二人はまたしばらくの間、生願の睨み合いを続けておりました。すると今度はカズマからタモンの固定仕掛けました。タモンはその死内を払いざまに、カズマの固定へ入りました。このタモンの取ったコテはカズマの取ったのに比べますと、弱かったようでございまする。 少なくともカズマの取ったよりも見事だったとは申されませぬ。しかし私はその途端に他門へ扇を上げてしまいました。つまり最初の一本の勝は他門のものになったのでございまする。私はしまったと思いました。が、そう思う心の裏には、いや、行事は誤ってはおらぬ、誤っていると思うのはカズマにえこのあるためだぞと囁くものがあるのでございまする。 それからいかがいたした春永はやや苦々しげに、相変わらずちょっと口をつぐんだ三右衛門の話を催促した。二人はまた元のように、市内の先をすり合わせました。一番長い気合いの掛け合いはこの時だったかと覚えておりまする。しかしカズマは相手の市内へ市内を触れたと思うが早いか、いきなり月を入れました。月はしたたかに入りました。が、 同時に他門の死内もカズマの面を打ったのでございまする。私は相打ちを伝えるために、真っ近に扇を挙げておりました。しかしその時も相打ちではなかったのかもわかりませぬ。あるいは戦後を定めるのに迷っておったのかもわかりませぬ。いや、隙の入ったのは面に死内を受けるよりも先だったかもわかりませぬ。 けれどもとにかく相打ちをした二人は四度目の睨み合いへ入りました。すると今度も仕掛けたのはカズマからでございました。カズマはもう一度突きを入れました。が、この時のカズマの市内は心持ち先が上がっておりました。タモンはその市内の下を道へ打ち込もうといたしました。それからカレコレ十五ばかりは片身にしのぎを削りました。 しかし最後に入り身になった多ンはカズマの面へ打ち込みました。その面は、その面は見事に取られました。これだけは誰の目にも疑いのない多ンの数でございまする。カズマはこの面を取られた後、だんだん焦り始めました。私は焦るのを見るにつけても、今度こそはぜひともカズマへ扇をあげたいと思いました。しかしそう思えば思うほど、 実は、扇をあげることをためらうようになるのでございまする。二人は今度もしばらくの後、七十八号ばかり打ち合いました。そのうちにカズマはどう思ったか、他門へ体当たりを試みました。どう思ったかと申しますのは日頃カズマは体当たりなどは決して痛さぬゆえでございまする。私ははっと思いました。またはっと思ったのも当然のことでございました。 多タモンは体を開いたと思うと、見事にもう一度面を取りました。この最後の勝負ほど、あっけなかったものはございませぬ。私はとうとう三度ともタモンへ扇を上げてしまいました。私のエコと申すのはこういうことでございまする。これは心の計りから見れば、いわば一号を加えたほどの釣り合いの狂いかもわかりませぬ。 けれどもカズマはこのエコのために大事の試合をし損じました。私はカズマの恨んだのも、今はどうやら不思議のない成り行きだったように思っておりまする。じゃがソチの切り払った時にカズマと申すことを悟ったのは、それははっきりとはわかりませぬ。しかし今考えますると、私はどこか心の底にカズマに住まぬと申す気持ちを持っておったかとも思いまする。 それゆえたちまち牢脊者をカズマと悟ったかとも思いまする。するとソチはカズマの最期を気の毒に思うているのじゃな。さようでございまする。かつはまた宣告も申した通り、一かどの御用も務まる侍に無駄と命を落とさせたのは、何よりも神へ対し立て祭り、申し訳のないことと思っておりまする。語り終わった三モ門は今更のように頭を垂れた。 期待にはシワスの寒さというのに汗さえかすかに光っている。いつか機嫌を直した春長は王ように何度もうなずいてみせた。よい、よい、そちの心底はわかっている。そちのしたことは悪いことかもしれぬ。しかしそれもせんないことじゃ。ただこの後は、次週は言葉を終わらずに、ちらりと三江門の顔を眺めた。そちは人たち撃ったときに、 カズマと申すことを知ったのじゃな。ではなぜ打ち果たすのを控えなかったのじゃ。サーエモンは次週にこう問われると、公然と浅黒い顔を起こした。その目にはまた前にあった、不敵な輝きも宿っている。それは打ち果たさずには置かれませぬ。サーエモンはご下来ではございまする。とはいえまた侍でもございまする。カズマを気の毒に思いましても、 老石者は気の毒には思いませぬ。大正12年12月。定本。芥川龍之介全集後、千曲文庫、千曲書房方。1987、昭和62、年2月24日第1釣り発行。1995、平成7、年4月10日第6釣り発行。定本の親本。 ちく全集類呪番芥川龍之介全集、ちく書房1971、昭和46、年3月から1971、昭和46、年11月。入力、J 内山。厚生、加藤香織。1999年1月10日公開。2004年3月9日修正。青空文庫作成ファイル。 このファイルはインターネットの図書館青空文庫 http://www.auzora.gr.jp/. で作られました。入力・構成・制作に当たったのはボランティアの皆さんです。